あなたの知らない砂糖の世界、砂糖について学ぼう。何ですか砂糖の世界。何が遊戯配信なんですか。日本天才生徒さんなんですけれども、うん、とある悩みを抱えているそうなんですけれども、はいはい、お砂糖というとやっぱりサトウキビを皆さん思い浮かべるんですよね、はいはい、でも実は原料も国産のお砂糖で見てみますと、うん、北海道の天才糖が生産量日本一。そうなんですか。そうなんです。多分皆さんご存じないかも。それサトウキビ入ってないんですか。サトウキビも入ってるんですけど天才糖の方が多い。はい、割合では多いんだ。そうなんや。それを言いたかったんですね。まだあるんです。まだありまして、はいはい、実はその天才糖の中でも、生産量ナンバーワンなのが当社のスズラン印のお砂糖なんです、はい、なんですが、皆さんご存じなかったですよね。そうですよね。あーこれそうなんです。グラニュー糖。あーでも俺はあ、でもこれスズランさんそうです。これはスズランさん。これどうですか皆さん。え、私はご存知でしょうか。やっぱなんかひなちゃん、ひなちゃん言葉に気づいてよ。ひなちゃん、ちなみに問題はですね、天才生徒さんの部長である鎌田さんですね、こちらに出てる、はい、鎌田さんが中心となり8時間の会議を経て作成されたという。今回の問題を鎌田さんが監修のもと、はい、8時間もかかります。結構こだわってくれたんですね。じゃあ鎌田さん、めちゃめちゃこだわります。こだわってくれたんですね。楽しみだよ。はいはいはい。スズラン印の砂糖の原料はどれ。まずこちらをご覧ください。これがですね、スズラン印の砂糖の原料となる天才という植物になります、はい、この天才がどのような味なのか、うん、皆さんに実際に味わってもらって当ててもらいます。ちなみに食べやすいようにアヒージョにして。アヒージョ、アヒージョに砂糖。はい、それではまず A の食材です。皆様、うん、はい、味わってみてください、はい、いただきます。これ食べちゃっていい。どうぞ。あ、でも甘い。甘い、おいし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 い。アヒージョの割には甘いよね、うんうん、っていうか食材の甘みがあるな、うん、で、あの見た目でしょ。そうです、はい、めちゃくちゃ天才っぽいけどね、これ色も白かったですね、うん、色も白い。甘いぞ、すごく甘い。うん、うん、いただきます。ちょっと見た目が違う、うん、柔らかい、そして甘い。あー、うん、なんかリンゴっぽくないですか。ちょっとなんか、うん、リンゴ、ケーキっぽい、うん、あ、うん、なんかでも根菜やな、なんか、うんうん、甘くない。なんか辛っ。え、なになに、しょっぱ、これ結構味違うの。これ煮物だよね。アヒージョです。全部一応アヒージョです。全部アヒージョです。はい、それでは皆さん、はい、一斉に回答お願いします。はい、せーの、はい、じゃん。 A です。はい、テリーさんは B です。森田さんは A です。おー、ということで、フェリーさんだけ B で、フェリー社長と森田さんは A。 はい、はい、はい、スズラン印の砂糖の原料となる天才は、うん、A です。おー全然ダメだもんね。やっぱそう。やっぱな、俺なしやと思ってん B。 あ、本当ですか。なんかなし特有のさ、あのなんていうの、繊維というか、はいはいはい、が俺感じてんだ。シャキシャキってか、うんうんうん。スズラン印の砂糖が入ったコーヒーはどっち。お、はい、これから2つのコーヒーにですね、砂糖もしくは塩を入れたものを、私が飲みます。あ、ひなちゃん。はい、私が飲みます。で、飲んだ私のリアクションからどちらが砂糖入りのコーヒーか当ててください。これ砂糖関係ないやん。じゃあ A の方から、はい、どれぐらい、何倍ぐらいいくんですか。
サンバを入れてほしいね。いやいやいや。会長、いやいや、笑いにくいです。心配が勝つんで。全部いっちゃいましょう、全部。まあ、2杯ぐらいする？ 2杯。2杯ね。全部いっちゃいます。そうね。一杯。はい。2杯。はい、持ってこう。はい、くんか？もうちょっと。あ、ちょっとね。じゃ混ぜましょうね。混ぜましょう。うん。2位も入れとく。はい。うん、見た目が全然違う。同じ量ね。はい。一杯。いや、少ない少ない2杯、はい、全部入れてほしかったな。全部入れたかった。全部入れてほしかった。ちょっと静かにしてもらっていいですか？じゃあまず A のコーヒーからいただきます。はい、お願いします。普通に嬉しい、コーヒー好きなので。スウェーデンのコーヒーってどんな味するんですか？うん、確かに。うん、うん、あ、全然わかんない。美味しい。なんか飲み込むの遅かった。美味しいです、美味しいです。なんかちょっとなんか、はい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 、美味しい。のせいか、うんうん、どうやろうな。はい、じゃあ、はい、B ね。いただきまーす。うん。何が飲んでる？なんか笑うてもうてんねん。なんか笑う。いや、これね、美味しいです。塩の場合、もう本当に嫌。はい、え、マジで嫌です。かなり塩の味はする。え、もう塩水飲んでる。あー、コーヒーの味なんて一切しない。そういうことね。はい、それでは皆さん、フリップ回答一斉にお願いします。はい、せーの、じゃん。はい、A です。 A、 俺も A。 私も A です。 A、 なんでですか？はい、確かになんか飲み込むまでが、うん、なんか時間かかってたなっていうのはある。うん、B 飲んだ時笑顔になってたんで、うん、安心したんかなっていう。うん、あー、そういうことね。助かったみたいな。はい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 、はい、それは感じました。ね、あー、はい、これあれですよね、天才糖当てるんですよね。砂糖が、あ、砂糖がどっちか。あ、じゃあ俺、俺 B やわ。あ、なんか砂糖がどっちかってことは、砂糖はどっちか。あれ何やってんの俺。あれどっちだった？砂糖が、え？砂糖当てる。砂糖当てる。あ、じゃあ俺 B よ、だから、あ、俺もそうだ、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 そうそう、そうやね。ああ、皆さん B ということで、はい、はい、それでは正解発表します。はい、正解は B でした。よっしゃー。これはね、いや、まあね、これも、はい、これは分かってちゃったな。はい、こちらに用意したですね、1番から5番までの砂糖はですね、自社製品の天才で作った砂糖か、それともサトウキビで作った製品のどちらかになってます。うん、はい、鎌田さん、これ当てられる自信ありますか？あの、8時間の会議を経た集大成でございます。集大成ですね。これどうなんですか、そのサトウキビで作った砂糖と天才で作った砂糖って味やっぱ違うんですか？うん、まあ、少量食べる分にはやっぱりその果物そのものを食べるんじゃなくて、その初等分を、あの、結晶させているものですから、なかなかそのっていうのはなんですけども、あんま味に違いはないと。あとはどこまで砂糖を愛してるかという。いやいや、振ってるな、振りに振ってるな、なんか。はい、それでは皆様、フリップ一斉にお願いします。せーの、じゃん。成功です。絶対できません。大失敗です。森田さん、俺も失敗が見たいです。大失敗でね、多分鎌田さんは泣きながら帰ってきます。社長だけ、さすがにさっきコメントも聞いたところ、愛も伝わったので、はい、うんうんうん、当ててほしいなとは思ってます。はいはい、当ててほしいです。はい、します。本当に分かんないですもんね、玉田さんはどれが。あ、分かんないです。分かんないですよね。桜田さんは分かる。お、匂い嗅いだ。分かんないです。分かんない。見ただけで分かんない。1番ですね。あ、これ絶対違いますよ。うんうん、おーおー、うなずいた。じゃあ次いきます。はい、2番。あ、もう水とか飲まなくても平気だ。あ、もういいです。あ、飲まない方がいい。すごいな。逆に舌が鈍りますんで。あ、そう。また偉そうなこと言って。なんかずっと強がってる。舌ブロックになってからずっとカッコつけてる。偉そうなんだよ。絶対に失敗してほしいんだよね。何それ、うなずき。何それ。分かったよ、うなずきは。じ
おそらく当てずっぽです。もう分かったのか。いや分かってないです。おもろいな。多分心の中で泣いてますよ。わからんってなっててほしいな。エナジーがすごい。いやもう上がってましたよ。もう手が触れてましたね。おぉ、ね、プロだ、プロだ。今の不足さんやないや。あんな見方したらそんな尺取れないんですよ。さあ、ここどうだろう。はい、じゃ鎌田さん、はい、分かりました。大丈夫ですか。大丈夫です。おぉ、はい、うん、じゃあから元気じゃないですか。じゃ鎌田さん、はい、1番から5番までどれが天才とか、はい、お願いします。スズラン印の天才糖は、1番と3番です、うん、ほー、はい、お願いします。ちょ、おー、すごい、すごい、つまんないじゃないかよ。すごい。偉そうな態度が。すごいな。当たり前じゃないですか。すごい。2番は。さあ次、3番ですよね。これそうですね。2番。2番行ってみます。2番行きます。じゃあ2番行ってます。2番行きます。はい。2番開けてください。じゃあ、はい。2番は何かは分かるんですか。正直2番か3番か迷ったんです。あれ。あ、じゃあ5番から開けますか。そうですね。4、5は何ですか。5は何か分かるんですか。4番は砂糖きびの砂糖です。あー、そうなんだ。じゃあ5番めくってみます。はい、はい、なんすか。あ、こんなことあります。は、学校じゃないですか。ちょっと勘弁してよ、おい。何が2と3で迷って全然違わないか、おい。ちょっと、もう一回5番出してください。ちゃんとゴーダーしてください。ゴーダーしてください。4番は何番。え、2、3、4は。あ、こっち見ましょうか。はい、砂糖きび、砂糖きび。全然違うやん。おい、すいません。以上で全ての問題が終了しました、うん、はい、優勝したのは森田さん。よっしゃ。おめでとうございます。俺全問正解やからね。すごいですね。は、優勝した森田さんにはですね、はい、こちらの大量のすずらん印のお砂糖を贈呈させていただきます。お砂糖いっぱい。いいな。いやでもね、どうだやろ、あの部長が作った砂糖あんまいらんけどね。あ、これはね、ぜひ食べてください。ね、これは、はい、真面目な社員さんたちが作ってくれてるんですね。はい、そうです。鎌田さんはこれに関与してないですね。はい、ありがとうございます。じゃあいただきます、こちら。鎌田さん。ザ・峠 VS 地下芸人。今回はじめ社長に挑戦するのは多数のアレルギーを持つ芸歴11年目チビシャトルさんです。アレルギー、他言うことあったやろ。YouTube のアイコンって、食べづらいじゃないですか。え、もうこれ始まってんの。これ縦に切れ目入れて、これ火で炙ったらペロって皮むけやすくて食べやすいですよね。どうも、チビシャトルです。お願いします。多数のアレルギーでまだ俺らいっぱいいっぱいやから。本当にマックス危ない時は3つだけ食べてるものがありまして、 お米と鶏肉とグミでした。ザ・峠ネタ見せ耐久バトルスタート。チビシャトルです。お願いします。いやー、あ、ローソンの薄切りですね、これね。あ、ヤンリーゼントのすごいヤンキーの人がこれいますね。怖いっすね、これね。あれ、ちょっと待ってください。ヤンキーのリーゼントに切れ目入れてますよ。これ大丈夫ですか。半熟だ。半熟のリーゼントでしたね、これね。ここ掘れ、アンアン12月号ですね、これね。掘ってくる。あ、ファミマの千切りですね、これね。なんだこれ、なんかお布団でね、ゆっくり寝てる人がいますね、これ。おーい、お前全身布団入ってみたいな顔すなー。
全身入ってなかったですね、これね。折り鶴が、ね、こっちに向かって走ってきてくれてるんですけど、これなんですかね、これね。あセーフって言いに来てくれるオリジナルでしたね、これね。セーフだったんですね、判定。あ、お風呂にね、入ってる人がいるんですけど、おーい、お前、全身使ってみたら倒すなー。いいね、半身浴でしたね。ふぅー、ありがとうございました。あれ、判定は笑ってない。あれ、だいぶ厳しいですね。はい、お願いします。さあレーススタートです。はじめ社長が、はじめ社長は赤江根選手です。そこまでして勝ちたいんですか。ニコルさんは S1 スタート。じゃあもう僕ニコル使わないでしたよ。待ってください、ちょっとこの車体合ってないかもしれないです。はじめ社長、さあ結構差ついちゃったんじゃないですか。さあはじめ社長逃げていきます。パーフェクト連発。僕は渋谷を攻めてますね。僕の体質に合ってないかもしれないです、この車体。またミスってます、ミスってます。さあそんな間にグッドグッド、はじめ社長はもうゴールをしました。ちょっと待ってくださいよ。いやまあ、1個いいですか、はい、ちょフリップしてて指スタックしてたんで、ちょ最初反応しなかったんですよ。で急いで撮って始めてたんで、そう私も見てたんですけど、めっちゃスタートすごい遅れてて、地下芸人ってフリップネタするとき指サックスね。指サックしなくて、そうなんや、指サックしますよ。トータルでやっぱあいつなかなか面白いですけどね。面白いです、面白い。また来てよ。ありがとうございます。ぜひお願いします。ということで今回勝利したのははじめ社長でした。ありがとうございます。遊戯配信番組公式 YouTube を開設しました。はい、チャンネルではですね、番組の未公開映像やディレクターズカットを公開する予定です。結構裏で実はいろいろあったりするので、ぜひお楽しみに。チャンネル登録の方よろしくお願いします。